今週も始まりました。みんなで競馬を楽しむ競馬ラブ、編集長キノコの分身、ナビゲーターの AI キノコです。まず前回の結果と的中ポイントは説明欄でご確認ください。今週の競馬ラブはご覧のレースを予想します。みんなで高配当馬券を当てたいです。なお AI 予想ですが、当分の間ココンコちゃんの馬券の寺子屋のみで公開します。それではナビゲーターをバーチャルキノコに交代して予想スタートです。京都記念が行われる京都競馬場は芝右外回りの C コースで実施されます。芝右外回り C コースの一周距離はおよそ1932メートル、馬場の高低差はおよそ 4.3メートル、最後の直線はおよそ399メートルです。それでは予想に入ります。まずはネムコちゃんとガオちゃん、上坂織が推す馬は現在まで5勝2着4回3着6回連帯率およそ 16% リーディング21位、横山和夫騎手騎乗、社大ファーム生産、ロードカナロア3区5枠5番ベラジオオペラ。最終追い切りは立東ウッドチップコース3頭合わせで6ハロン83秒6、ラスト1ハロン11秒5をマークし再先着。重い馬場をものともせず抜群の動きを披露しました。ここまで6戦4勝、デビュー戦セントポーリア賞、スプリングステークスと無傷の3連勝で重賞初制覇、皐月賞では10着と敗れましたが、日本ダービーでタイム差なしの4着に健闘し世代トップレベルの能力を示しました。春の G1 戦線に向けてこのメンバーには正直負けられない一戦だと思います。今回自信を持って推奨しますとのこと。続いてココンコちゃん、アイオイさんとムーさんの連合軍が推す馬は現在まで0勝2着2回3着5回連帯率およそ 13% リーディング90位、ミルコデムーロ騎手騎乗、ノーザンファーム生産、北サンブラック3区5枠6番ラベル。最終追い切りは美穂ウッドチップコース合わせ馬で軽快な動きを披露、馬体が成長して背が伸びてかなりパワーアップしているように感じます。ここ5戦勝ちがありませんが、2歳児にはアルテミスステークスで三冠牝馬のリバティアイランドに勝利した実力馬です。とにかく折り合いが大事で性格が真面目すぎて力んで引っかかってしまうみたいです。しかし今回の舞台は外回りの 2200m、 頭数も減り周囲からプレッシャーを受けずに走れれば持ち前の力を発揮し復活してもおかしくありません。鞍上は天乗りですが、先週みんなに万馬券を取らせてくれたオエル・ミルコ騎手、今回期待の推奨馬です。最後は私キノコの推す馬です。現在まで4勝2着4回3着3回連帯率およそ 22% リーディング25位、世界中の騎手の中で一番好きな池添健一騎手騎乗、オリエント牧場生産、ディープインパクト3区3枠3番プラダリア。ここまで14戦3勝、青葉賞、京都大賞典と G2 2勝の実力馬です。最終追い切りは立東ハンドで完走、4ハロン52秒2の高時計をマーク、前走の有馬記念大敗の影響を感じさせない万全の仕上がりに見えます。この馬は今の京都のタフな馬場は得意だと思いますし、
今回大好きなゾエ様の手綱で重賞タイトルを取って、春の目標である3月の G1 大阪杯に向かってほしいです。今回とても自信のある推奨馬です。各スタッフの推奨馬は出馬表の通りです。買い目はご覧の通りとなります。ご覧いただいている買い目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。続いての予想は東京競馬場で開催されるこちらのレースです。共同通信杯が行われる東京競馬場は芝左回りの D コースで実施されます。芝 D コースの一周距離はおよそ 2140m、 馬場の高低差はおよそ 2.7m、 最後の直線はおよそ 526m です。それではまずはココンコちゃん、ネムコちゃんとガオちゃんが推す馬は、現在まで20勝2着10回3着10回、連帯率およそ 43%、 リーディング2位、川田優雅騎手騎乗、車大ファーム生産、パレスマリス3区、8枠9番ジャンタルマンタル。デビューから無敗の3連勝で朝日杯フューチュリティステークスを制し、昨年の最優秀2歳牡馬に選ばれました。最終追い切りは一頭半路で単走、乗り手の手綱はほぼ動かないまま、4ハロン55秒6、ラスト1ハロン11秒9の高時計をマーク。もともと完成度は高かったのですが、さらにメリハリのある馬体になったように感じます。とにかく、加速スピードが他の馬とは違うと思いますし、ここを無事に通過し、無敗のチャンピオンとして皐月賞、そしてその先の日本ダービーに挑戦してほしいです。今回自信を持って推奨しますとのこと。続いて相生さんとムーさんの連合軍が推す馬は、現在まで12勝2着9回3着4回、連帯率およそ 39%、 リーディング7位、武豊騎手騎乗、下神戸牧場生産、ブラックタイド3区、6枠6番エコロバルツ。前走の朝日杯フューチュリティステークスは向こう正面でごちゃつき、後方まで下がりながらも最後の直線で豪快に追い込んで2着に健闘しました。最終追い切りは一頭半路で合わせ馬、力強い足さばきで一勝クラスのグッジョブに半馬身先着。広い東京コース、距離の延長はこの馬にとってプラス材料だと思います。この馬は後位からの競馬、鼻に立つ競馬、後方から追い込む競馬と、さまざまな競馬が器用にできる馬です。鞍上の武豊騎手は、この馬でダービーを意識していると思うので、名手の手綱さばきに期待して、自信を持って推奨します、とのこと。最後に、私キノコと神坂織の推す馬です。現在まで、23勝2着14回3着7回、連帯率およそ 47%、 リーディング1位、クリストフ・ルメール騎手騎乗、ノーザンファーム生産、スワーブ・リチャード3区、5枠5番ショーマンフリート。最終追い切りはミホウッドコースで合わせ馬、6ハロン83秒6、ラスト1ハロン11秒5、3歳1勝クラス、鶴舞うかたちを追走し、1馬身先着し、抜群の動きを披露。
前走の新山記念は両馬場発表でも馬場が緩く、この馬には合わなかった感じがします。デビュー戦に騎乗したモレーラ騎手が大舞台も狙える末脚を持っていると絶賛した馬です。1回使った上積みを相当感じますし、馬体を見てもマイルは短いと思います。距離を伸ばして巻き返しが期待できる今回はとても自信のある推奨馬です。各スタッフの推奨馬は出馬表の通りです。買い目はご覧の通りとなります。ご覧いただいている買い目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。それでは AI キノコに交代します。私たちの買い目を参考にしてご自身の好きな馬を加えて高配当狙いの馬券購入も面白いと思います。今週も人馬ともにみんな無事に帰ってきてほしいです。それでは競馬ラブの予想は以上となります。今回の結果報告は動画ラブの X や競馬ラブの YouTube 説明欄でもご報告しますのでご確認ください。競馬ラブの MC の一人、声優・舞台女優の相生優さんの情報はご覧の QR コードから相生さんの X で確認してください。競馬ラブのデータ担当ココンコちゃんは馬券の寺子屋でねむこちゃんの曲に乗せて馬券的中のヒントになるデータを公開してくれています。ご覧の QR コードからココンコちゃんの YouTube をチェックしてみてください。そして現在動画ラブではねむこちゃんの4月20日涙のワンマンライブ、5月5日ゆめぷしゅデビューライブでのソロ映像、5月30日わたじゃれこさん主催イベントでのライブの模様、7月23日お誕生日記念イベント新生心理の一部をメンバー限定で公開中です。ぜひご覧いただき応援してください。収益が出た場合ねむこちゃんに関する映像制作などに使わせていただきます。どうぞよろしくお願いします。またねむこちゃんとガオちゃんのライブや撮影会などの情報はご覧の QR コードからお二人の X で確認してください。そしていつもお世話になっているクロワタアメさんとジャレコさん、その二人がユニットを組む天才ポールダンスユニットワタジャレコさんが出演するイベントのお知らせはご覧の QR コードからクロワタアメさんの X でご確認ください。動画ラブではご覧のイベントを取材し公開予定ですが、ぜひ生でもご観覧ください。それでは今回はこのあたりでお開きです。今回も現在 YouTube でメンバー限定公開中のねむこちゃんのお誕生日記念イベントの映像から特別にガオちゃんと一緒に歌った夢中病をフルコーラスで聞きながらお別れです。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。皆さんお家かね、あのコラボレーションを、じゃあみんなで大きい声で呼んでみようかな。せーの、ガオちゃん。じゃあ早速いきますか。2人とも今日はメイド服かわいいしょ。かわいい。かわいい。それでは歌わせていただきます。夢中病。Oh
Thank you.